スノーマン、宮舘涼太、どうする家康、松本潤の出演拒否、報道に言及。嵐ファンからも感謝。スノーマン、宮舘涼太が、10月27日に公式モバイルサイトファミリークラブウェブのブログ、スノ日常を更新。嵐、松本潤が主演を務める NHK 大河ドラマ、どうする家康、と自身をめぐる一部報道について触れ、心配しているファンへメッセージを綴った。記事内では、松本が宮舘の出演を拒否していた疑いを報じていたが、その後に本人同士が会話するタイミングがあったという。今年1月8日にスタートした、どうする家康。松本は、江戸幕府初代将軍、徳川家康を演じており、これまで旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ、所属タレントでは、岡田准一、織田信長役、なにわ男子、長尾謙と、久松源三郎勝利役、が登場。さらに8月4日、第11弾の新キャストとして、ジュニアのハイハイジェッツ、佐久間龍斗が豊臣秀頼役で大河に初出演することも明らかになった。一方、ニュースサイト、文春オンラインは、10月22日に、どうする家康、松本潤、40、がスノーマン宮舘涼太、30、の出演を拒否していた疑い、まだ大河に出る器じゃない、と切り捨て。